第4試合62キロ契約スーパーライト級キャッチウェイト8回戦を行います。赤コーナー136パウンド4分の3、かぼり宝石ジム所属、全日本と国体を制したアマチュア2冠、前線不覚のプロ初黒星から本日再戦、 WBO アジアパシフィックライト級15位、日本ライト級第8位、斉藤和樹。フィリピンライト級14位、レイ・ラオス。ジャッジ岡庭武、同じく飯田哲也、同じく染谷西明、レフェリー杉山敏夫。第4試合62キロ契約8回戦、両選手の経歴戦績をご紹介いたします。赤コーナー斉藤和樹、カドレビ宝石事務所属、1992年10月8日生まれの25歳、札幌市東区出身、デビュー2016年7月、
戦績は6戦5勝1敗。この5勝は全て KO 勝ちによるものです。対します青コーナーレイナモスデビュー。1991年8月25日生まれの27歳、フィリピン共和国出身。デビュー2006年9月。戦績は19戦8勝9敗に引き分け、この8勝には3勝の KO 勝ちが含まれております。2回目。Now round two. Now round three.
4回目 The round 4
6回目。 Now round 6.
8回目ラウンド8 Now last採点の結果をお知らせいたします。ジャッジ飯田哲也78対75、ジャッジ岡庭健78対74、ジャッジ染谷道明79対74、以上3対0の採点をもちまして勝者赤コーナー斉藤和樹。